はい、皆さんこんにちは。今日は山形県にございます鶴岡市でございます。この町は庄内地方の南部に位置しておりまして、人口は約12万人。市街地の町の規模は山形市酒田市に次ぎます県内第3位。2005年に市町村合併によりまして県内での人口が第2位となりまして、町の面積は東北地方で最も広く、全国では第7位でございます。こちらの鶴岡という町は江戸時代には鶴岡藩、通称では庄内藩と言いますが、そちらの城下町でございまして、現在おります JR 鶴岡駅はその昔の城下町よりも少し離れた町の外れにございます。まあ駅前にはそんなに大きくはありませんが、商業施設と旅の旅行者、ビジネスマンを泊めますビジネスホテルがちらほらと立ってる、そんなような感じ。こちらの鶴岡駅、そこまで大きくはありませんが、なかなか駅舎がおしゃれ。開業しましたのは1919年でございまして、大正8年。1日の平均乗降客数は約1200人でございます。新潟行きの自由席は4号車から3号車、ブリッジ車は1号車です。私もこの庄内鶴岡に来るのは人生で2度目でございまして、1回目は本当にちらっと鶴岡城に立ち寄ったぐらいでございまして、まだ全然知りませんこの町のことを。まあ鶴岡といえば本当に山形県を代表するような観光地、まあそんなような町でございますんで、なかなか楽しみ。結構山形県は城下町が多くて、これはいいですよね本当に。そして駅前から約1キロ2キロ、そんな感じの距離でございましょうか。こちらが鶴岡市の中心部。こちらは鶴岡市街地を流れております内川という川でございます。まあこんな感じで朱塗りの橋もありまして、なかなかいい雰囲気。鶴岡市出身の作家でございます藤沢周平の作品にもたびたび登場します川のモデルと言われております。現在の鶴岡市中心部にはいわゆる古い町並みの姿というのは残っておりませんが、昔の庄内藩の藩校や鶴岡城、長らくこの鶴岡の町を治めておりました酒井家に縁のある社寺仏閣が立ち並ぶ、そのような町でございます。まあ中心市街地は本当に昭和の雰囲気でございまして、こんな感じでアーケードが立ち並ぶ、そのような姿。いやーしかししっとりと落ち着いた東北の街、まさにそんな感じでございまして、いやーこの朝早いこの時間が本当に素晴らしい。まあまだちょっと朝が早いので、こんな感じで本当に静かでございまして、私はよく思うのでございますが、街中の街歩きや観光をするには多分この朝の一番の時間が一番いい時間だと思っております。いやーこちらの商店街には営業しているのかしてないのかちょっとわからないようなお店がたくさんございますが、いやーこちらのお店はかなり昔からやっているようなそんな感じでございますが、あちらの方に石でできましたこんな感じでレリーフみたいなものがございまして、なかなかいいですね。なんかそして見えてまいりました、この鶴岡の町の中心にございます鶴ヶ城跡。もともとの鶴岡城はかなり立派なお城でございまして、こんな感じで水堀が張り巡らされておりまして、中心には本丸天守閣はございませんが、こんな感じで御殿があったそうでございます。鶴岡城は古くは大宝寺城と呼ばれておりまして、戦国の終わり江戸時代の初めにこちらの周辺を治めておりました最上義昭の隠居の城として修復され、名前が鶴岡城となりました。その後江戸の元和8年最上家が改易となりまして、その後信州松代より酒井忠勝が入国、庄内14万石として
こちらの鶴岡城は整備拡充されました。まあ明治になりまして鶴岡城は解体されまして、現在その本丸跡にございますのが出羽の国の総鎮守庄内神社でございます。こちらの庄内神社の御祭神は庄内藩藩主でありました酒井家の初代や2代3代9代を祀ったそうでございまして、明治の10年になりまして創建されたそうでございます。まあしかし昔の鶴岡城っていうのはまあご覧の通りこんな感じで完全な平城、本当に防御的には水堀が生命線という感じでございまして、この鶴岡城周辺の地域ともほとんど高低差がございません。まあそんなに大きな神社ではなくて本当にこの町の本丸の中にありまして、創建も明治でございますから、まあまさに鶴岡の新しい顔といったそんなところ、町の中の中心地にあってこんな感じでかなり緑がございますので、まあ現在は鶴岡市民の散歩、朝の散歩の絶好のスポット、そんな感じの場所でしょうか。まあしかし現在もこんな感じで昔の土塁の跡も残っております。まあしかしこんな感じで水堀の周りには桜の木が植わっておりまして、これは本当に春になるといいでしょうね。なんか鶴岡にはところどころにこんな感じで昔の建物、こちらは教会でしょうか、こんな感じの建物が結構残っております。